神湯でございます。今日はイザナギ出雲の討伐を決定するについてお話をさせていただきます。さて、イザナギは瀬戸内海の伊予二名島から筑紫へと帰ってきました。イザナギは筑紫国の小戸の宮殿に一族重臣諸将を集めますと一大会議を催しました。議題は出雲を攻めるかどうかということでありました。出雲についてはこれまでも様々申し上げてきましたが、だいぶ時間も経ちましたので、もう一度おさらいの意味であらましを述べてみたいと思います。紀元前1世紀の頃より南朝鮮弁官付近に蛮居しておりました和人たちの一部が海を渡って出雲へ進出、植民を開始しました。そして200年後、紀元2世紀の前半、韓半島南部における様々な勢力の変動によって出雲はまずもって白国、後の新羅の植民地となりました。白国の植民地時代には国の常立ちの御事、国薩地の御事、豊国主の御事、宇比地にの御事らの人々、城国王の一族ですね、が御事、植民地司令官となって赴任してき、出雲の開発に力を注いだことでありました。その後、韓半島南部での時代及び勢力の変遷によって大賀屋の勢力が強まり、大賀屋が白国を破ることによって出雲植民地は大賀屋支配下の植民地と変わりました。大賀屋支配下の出雲植民地には大殿寺御子と、妻が大殿寺御子とであります。その夫婦の娘綾賢子御子と、その綾賢子御子との夫が主だる御子とであります。というふうに大賀屋王家の一族、王族が差し使わされてき、御子と植民地総督となって君臨し、農業用地の開発に勤しみました。しかしこの王族支配下にもかかわらず、出雲は南朝鮮の大賀屋や筑紫の名国および邪馬台国とは全く異なった文化政策を持つように至りました。その一つ目が宗教でありました。南朝鮮の大賀屋や筑紫の名国および邪馬台国は太陽神を祀る祭祀、いわゆる後の神道を尊んだのでありましたが、出雲は道徳推進邪神、いわゆる出雲国王大名持の御事を最高神とする地母神的な祭祀を崇拝しました。その二つ目が縄文人対策でありました。筑紫の名国邪馬台国はあくまで縄文人というのは文化、文明の低い
野蛮種族とみなして討伐及び殺戮する道を選んだのでありましたが、出雲というのはその国土に人口が少ないこともあって、あくまで縄文人を同胞としてみなし、領民化、国民化することを選んだのです。基本的にはこの2点の相違だったのでありますけれど、しかしこの2点の相違対立はイザナギにとってみればもはや絶対に譲ることのできない決定的なものとなっておりました。すなわちその二つのうちのいずれかを相手に譲歩することは太陽神信仰を国是とする那国邪馬台国成立の基礎が崩壊することを意味していたのです。出雲が王族の分家である綾賢子命と一家が支配していたことはすでに述べましたが、その血縁が遠くなるに従い双方の国々の距離も随分と遠くなり、徐々に出雲は独自の道を歩み始めていたのでありました。ここに至って冒険家というより征服欲の強いイザナギとしては、出雲をそのままの状態で放置しておくことは絶対にならなかったわけです。出雲はイザナギの思いとは別に自分たちの独自の王国を作り始めていたのでありました。これによりイザナギは出雲への遠征を考えます。会議を招集し、一族重臣武将どもの意見をも聞きながら、その上で出雲を攻めるのか攻めないのかとの議決を図ったわけでありました。結論は出雲を攻めるということでありました。この大屋島の国、日本列島にあって自分たちと宗教を異にする、また人種を異にする国が別個に存在するなどあってはならないことでありました。ましてやそれら出雲の宗教道徳信仰を支えている大部分は自分たちが討滅を図ろうとしていた縄文人でありました。出雲はその縄文人を国民とすることによって国の形を成しておりました。今のうちに出雲を叩いておかねば大変なことになろうとイザナギは思いました。イザナギは出雲の討伐を縄文人討滅の一環と位置づけ始めていたのであります。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回はイザナギとイザナミの離婚についてお送りします。よろしかったらチャンネル登録をお願い申し上げます。